はいどうも、直樹です。今日はご視聴ありがとうございます。今日はですね、奈良県大高山脈にある明神平という場所でテント泊していきたいと思います。で、今日一緒に行くメンバーは、はい、この2人、どうも、森田です。リサです。はい、今日はこの、3人で行きたいと思います。で、今行くところが大俣林道終点駐車場という場所になります。今日コースタイム2時間半なんですけど、リサがいるのでおそらく3時間かかると思います。じゃあ登山スタート。はい、最初はこんな感じの林道を登っていきます。登っていきます。で、実はこの明神平去年森田さんと初めて登山行ってない行ってない行きました行きました行った行きました行きました去年の6月ぐらいだかな、行ったね。初めて行った場所の思い出のある場所なんで、ちょっとその辺はね、初めて登山よね。初めて登山です。まあ、今回はね、テント泊ということでちょっと前回と装備がね違うので、違うな、ちょっとしんどいと思いますけど、まあ頑張っていきましょう。頑張りましょう。もうきついよ、はい、きついですね。私はきついよ。で、リサもテント泊2回目か。2回目なんで、今回は前回荷物軽かったけど、もう今回ね、めっちゃ重たい。もう食料全部持たします全部持たした食料まあ僕がテントと水を持ってるんでね、おわいこです、これで。おわいこ、よし、じゃあまあ頑張っていきます。頑張ります。頑張ります。はい、登山開始して、30分ほど経過しました。で、ここからこう登山道っぽい道が始まります。で、ここは川沿いの道を比較的歩くんですよ。なので涼しいんですよね。やばい、もうマイナス4編み続けながら。いいこと言うね。いや、これ去年森田さんが言ったことでも本当にね、夏でもね、比較的割と涼しく登山できるいい場所ですね、ここは。すごいね。まだまだここからね、面白いルートがどんどんあるんで、頑張って歩いていきたいと思います。明神平までのルートはこんな感じに川をね、何回か渡るルートがあります。森田さんはこうターザンルートと呼んでます。こっちに行きたいと思います。結構急な場所なんで注意が必要ですね。ここに降りて、クリアということで、で、ここからもうね、本格的に登山道開始してます。こんな感じのね、ロープがあったり、はしごがあったり、まあちょっと面白いルートです。ただ、濡れる可能性があるので、しっかりと防水の靴必須です。じゃあ、再び行きたいと思います。よいしょ。今ね、結構いいとこまで登ってきてるんですよ。でね、何がすごいってね、リサちゃんやばい。あんなところスイスイね、こうターザンの子みたいな感じに。ターザンの子、確かに。この荷物10キロ増えるだけで、あそこの川渡るところがバランス取るのがマジ難しい。もうね、あそこで濡れたらもうおじゃんだから。おじゃん。おじゃん。帰ろうかーってなるから。濡れた行かなかったですもんね。ちょっと危なかったんですよ、僕。残念。まあ、気をつけた方がいいです、あそこは。はい。はい。で、僕ら今日3人ともなんですけど、全員、汗拭きタオルを忘れました。本当に4月舐めてましたよ。ずっと雪山ばっか行ってたんで、汗を、たくさんかくっていう概念を忘れてました。落ちろ。落ちるんだ。そこ最後落ちるで。到着はい、滝のスポットに来ました。ここは僕らの休憩スポット決めてた場所で、じゃあ休憩休憩。疲れてる？腰が痛い。腰？それはメンズ用なんでサイズが合ってないんですよ。骨盤に乗っかってない腰出ると痛い痛い痛いそれは痛いわ
リオ頑張った。頑張った。じゃあザック下ろしてちょっと長めの休憩させたいと思います。はい、滝でちょっと休憩して、ここから川からちょっと離れるんですけど、結構ね、急登がちょっと始まるかなと思います。はい、登り始めて1時間半です。しょ、また川を越える木の橋が、ここから結構木造のはしごや橋が多くなりましたね。はい、さっきの川を越えてから結構こんな感じに、あの緩やかな登り中がジグザグと続いてるんで、めちゃくちゃ楽、雪合戦しようね。そう、こんな感じに。じゃあ負けたやつの雪が、4月中旬といえど、昨日はちょっと氷が降って、山頂の写真見たらちょっと樹氷っぽい木々にちょっと雪が積もってた感じで、 1000m 超える場所なんで夜は冷えるかなと思います。ここめちゃめちゃ関西県民の方登った方がいいやん。いやー、ほんとそうですね、うん、てか関西の人マジここおすすめ、うん、綺麗だし登ってる感じあるし、山頂に着いた時綺麗だし、はい、いやー、ほんとにトイレないってだけやね。そうですね、トイレがないんですよね。テント泊する人は携帯トイレとか必須かもしれないですね。はい、やっと明神平のなんとか山荘が見えました。よし、はい、見えてきました。やった、全然芝生や。あ、よかった。よし、着きました。こちら明神平になります。なら今日のキャンプ地はあそこ。え、なんかこっちめっちゃ眺め良くないですか。じゃあこっちにしようか。え、こっちは、だってあそこなんか人が来る可能性あるじゃないですか。ああ、ここいいな。ここめっちゃいいな。はい、キャンプ場着きました。はい、ここが今日のキャンプ地です。じゃあ今からテントを設営していきたいと思います。はい、テント設営完了です。こんな感じで、今日は森田さんのテントと、はい、僕のテントで2つのテントでキャンプしていきたいと思います。皆さんお気づきでしょうか。え、森田さんなんか新しいものが増えてます。テント買っちゃった。テント、これどこのテントですか。これね、バンドックのソロドームってやつ。ソロドーム、はい、一人用。一人用。なるほど。おしゃれっすね、まず見た目が。ここないですよ、ね、見た目ないっすもんね。うん、見た目大切。見た目感じで、じゃあ今からね、ちょっとゆっくりしていきたいと思います。今日ちょっとドトールのコーヒー持ってきましたよ。それうまいよ、マジで。コーヒー4つ持ってきた、なんか。でもまだ晩ご飯にしたら早いよな。お腹すくで。もうまだ3時っすよ。うわ、いい音。これ夜やな、これは。それ何、他何焼いてるんですか。もう一個タコ天いいっすか。あざます、タコ天。森田さんからいただいたタコ天、うまい。ビール欲しいです。飲めないけどシューマイよりうまいわ。いやー、天気がいいし、下芝生なんでめちゃめちゃ気持ちいい。いや、それわかるわ。寝れるマジで。しゃ、ちょっと夜に飲もうと思ったコーヒーをもう飲みたいと思います。昼寝してたんですけど、ゆっくりしてまだ4時半です。こんなにゆっくりできるね、登山客は久々ですね。で、このテント場から5分ぐらいのところに湧き水汲める場所があったので、飲料水だけね、持ってきたらいいかなと思います。美味しい。で、まあ、コーヒー飲んでおります。じゃあ乾杯しようか。あ、コップ、チュラカップ忘れて晩ご飯抜き食べるで。立山と違って楽やな、今日は。でも立山は荷物置いてたから。いや、まあでも立山ね、でも7時間登山した後のテント泊やったから、もう全てが忙しい。テント場のすぐ近くがこんな感じに俺、前の家かな。前の家。ジュブベさんちゃった。
何があったんですか。なんか小屋っぽいのがきっとあったんやろな、ここ。でも水出てきたら嬉しいよ、絶対出てる。出てこないやないか。出てこないやないか。ちょっとだけ軽く散策しようかな、まだ夕日まで時間があるんで。リサ行くぞ。あ、もう一回行ってきた。何行ってきたん。俺はこのコットで。コットで。あそこに東屋が一個あるんで、あの森田さんと来た時はあそこでねご飯食べてました。でここは結構冬雪がね積もった時めちゃくちゃ綺麗なね場所で、まあ僕行ったことはないんですけども、来シーズンの冬はここでテント泊またしたいなと思ってます。で多分皆さんがテント泊してるのここが結構多いんかな。なんか写真見る感じよくこことかでして、こっちバックで多分平坦なのがそうやな、うん、ここしかない。いつも綺麗、ここ綺麗やな。でも若干デコボコしてない。まあそれはね、ちょっとデコボコしてるから、だったらあっちの方が仲良さそう。平らやな、うん、でなんか明神ヶ岳とかこの大甲山脈の奥の方の山行くときはここからこう行きます。カモシカ山荘。うわ、ここキャンプしてる人おるんかな。この焚き火の跡がある、焚き逃げ。ここもなんか良さそうやな、キャンプ、うん、この林に囲まれたサイトって感じで。まあ、こっからの景色綺麗。結構となんか道迷いせいかやめとこう。シカちゃん見えますかね、あそこにシカが。シカおーい、シカこっち見たらシカとかーい。シカにシカとされましたね。逃げるんかな。はい、今日の森田さんのお宿ですが、見てください、この木のポールを立てただけでもうこの映え映え感やばくないですか。登山じゃなくてキャンプ。いや、これもうキャンプですよ、これもやばい。ちなみにあの僕が撮った写真がこちらです。めっちゃかっこよくないですか。えぐいね。えぐい、ちょっとこれインスタにもあげようかな。すっげえ。いや、いいな、バンドック。ちょっと僕、今ね、教えてもらったんですけど、バンドックのソロベースっていうのが、なんか結構人気みたいで。僕は、ね、最近欲しいのが、グリップスワニーの、有名なテント。もう7万円ぐらいしてて、結構もう高めで、めっちゃ迷ってて、しかもまあ、まず手に入らないっていう。だけど、僕、そのによく似た形のやつが、このソロベースのが出てるみたいで、ちょっとまあ、安いしって絶対手にすぐ手に入るし、まあ、キャンプ行く回数そんなないし、冬はやっぱ使えないので、まあ3シーズンぐらいで使うこと考えて。いや俺もだってそのベース買うかこれってすげえ悩んだもん。しかもね、安いからね、言いやすいんよね。ですよね、うん、確かに焚き火とかそばでねやりやすそうやし。ちょっと気になる方、あのリンク一応貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。はい、おお、すごいよ。やばい、久々にこんないい綺麗な夕日を見た。これはストーリーも撮ろうかな。めっちゃ綺麗。いや、めっちゃ綺麗。やばいですね。えぐい。綺麗だぜ。やべえ。あっちはじゃああれが生駒山脈か。生駒山とか、生駒山脈ちゃうわ。生駒山とか金剛山、あと葛城山とか。あっち大阪方面、西方面の山ですね。いや、久々。いつぶり？夕日見たの。お天所ぶり？お天所。え、ほんと多分お天所ぶりっすよ、夕日見たの。あの時見えてないわ。槍ヶ岳は最後に見たの、夕日を。山で見たの。エモい。エモい。エモいです。エモい。エモい写真撮ってくれましたよ。遠くから撮ったらいいな。エモい。まあ、僕ら二人今カメラ持ってないのは、実はこちらでタイムラプスを撮っております。終わったかな、もう。終わっちゃった。マジか。もう一回撮っとこう。300枚から少ないな。こっちでも6400でも、タイムラプスの撮影中です。間違いないです。いや、ここマジで歩かんでいいし。歩くわ。いや、歩くわ。2時間ってでも楽じゃないですか。まあ楽だけど、この夕日
管理とか、このキャンプ場の管理、なんだこの貸し切れてるってのがまずでかいっすよ。でかい。もうどんだけ騒いでも迷惑じゃないから気にせずにいいし、ここやばいんだろう。完全にあれじゃないですか、トイレもないしご飯とかもないし、全部聞かないといけない。はい、今から夕日を鑑賞しようと思います。どうですか、夕日をバックにあるテントサイト、めちゃくちゃ絶景じゃないですかね。これがね、あの山の上の登山泊とか、結構高いところにあるキャンプ場の、メリット、夕日を見ながらキャンプ楽しめる。やっぱ高いんだね、それだけ障害物とか、そう見晴らしがいい、そう見晴らしがいいので障害物がなく夕日を楽しめるという、ちょっとね、久しぶりの夕日を楽しんでいきたいと思います。写真撮ろう。We can look back someday.